はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいっこです。それでは今回なんですけども、ローソンで D 払い D ポイント20%還元キャンペーン、押さえておきたい注意点を解説。他にも、ローソンアプリ限定キャンペーンなどもということで、今回はローソンに関するお得なキャンペーンですね。まあ、その中でも D 払いですとか、ローソンアプリに関する情報をですね、主にピックアップしてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速こちらからですね、ローソンローソンストア100限定エントリー必須 D ポイントカードを提示して D 払いでお支払いすると D ポイント20%還元キャンペーンということですね。まあ、久しぶりの D 払いの20%還元キャンペーンということでちょっとテンションが上がりますね。 で、このキャンペーンの期間なんですけども、2020年の7月の14日火曜日から7月の31日の金曜日までのキャンペーンとなっております。で、例のごとくですね、D バいのキャンペーンなので、今回もエントリーが必須となってますので、まずここは忘れないようにお願いします。で、今回対象となるローソンなんですけども、まあ、先ほどもお伝えしたように、 ローソンですとか、ナチュラルローソン、そしてローソンとは100、この3種類のローソンとなっております。で、他の細かいところなんですけども、一つ一つですね、解説をしていこうと思うんですが、まず一つ目ですね、こちら、会計時 D ポイントカードを提示必須ということで、まあ、これまでの D バレのキャンペーンで、この条件というのはこれまでなかったので、まあ、先にここは1番として持ってきました。 で、その対象となる D ポイントカードなんですけども、左上から D ポイントカードであったりとか、D カードゴールド、D カード、D カードプリペイド、モバイル D ポイントカードなど、まあ、それぞれですね、まあ、D ポイントカードどれでもいいので提示を先にしていただくということになります。で、一応支払いの流れ、もキャンペーンのページに記載がありました。 で、まずは支払いの前に D ポイントカードをご提示ということですので、まあ、とりあえず、今先ほどお伝えした D ポイントカードであって、物理カードでもいいですし、モバイル D ポイントカードでもいいので、まあ、どちらかを先に出していただくと。そして支払いの際に D 払いのコード決済でお支払いをするという流れになります。その一連の動作があって、 で、この20%還元のキャンペーンを受けることができるということになりますので、これは絶対に間違えないようにお願いします。まあ普段からもうローソンを利用されている方であれば慣れてると思うんですけども、慣れてない方はですね、間違えないようにお願いします。以上がこの1番の D ポイントカードを提示必須についてでした。次2つ目なんですけども、まあ今回のポイントの上限ですね、1回あたりの上限に関しては500ポイント、で期間中の上限に関しては1000ポイントまでとなっております。 なのでまあ単純計算すると、1回の決済で2500円のお買い物をするときに500ポイントマックスでもらえると。次3番目なんですけども、D カード以外のクレジットカードは対象外ということなんですけども、今回ですね、もし D 払いとクレジットカードを紐付けて使う場合は、必ずクレジットカードの D カードのみとなっております。まあわかりやすくですね、画面で解説をすると、これが普段通常の D 払いを決済するときの画面となってるんですが、ここですね、 クレジットカード払いと今なっておりまして、ここがその D カード、クレジットカードなら OK なんですけども、それ以外のクレジットカードはダメということになります。なのでは、例えばで言うと僕 D カード持ってないんですけども、今であれば Visa ラインペイクレジットカードを紐付けているので、もしその Visa ラインペイクレジットカードと D 払いで決済した場合は、これはキャンペーンの適用外ということになります。 なので今回僕の場合は普通に D 払いにチャージをして使うと。まあチャージとい言っても銀行口座と紐付けた状態、もしくはセブン銀行 ATM とかで紐付けた状態でチャージをして使うということになります。まあ一応ですね、その設定もしてみました。ここの矢印が入ってるお支払い方法というところをですね、実際にこうタップしたら、こんな風にお支払い方法の選択画面に切り替えることができます。今2種類出てますね。D 払い残高からのお支払い、そしてクレジットカード払いということで、 今回ここのですね、D 払い残高からのお支払いというところをタップします。そしたらですね、ご覧のように D 払い残高からのお支払いというふうに先ほどのクレジットカードから切り替わりましたね。まあチャージ方法としたら銀行口座連携したりであったりとか、セブン銀行 ATM からでも今 D 払いチャージできるので、まあそういった方法からであれば今回のキャンペーンを受けることができるということですね。以上が3番目の D カード以外のクレジットカードは対象外についてでした。次4つ目なんですけども、 d 払い、かっこ、id、d カード、プリペイド d ポイントでの支払い分は対象外ということですね。これはもう書いてるそのままなんですけども、まあ今回、まあ d 払いの id 決済使われてる方であれば、それはキャンペーンの対象外。あとですね、これまでまあ結構前ぐらいだったんですけども、d 払いと d カード、プリペイド紐付けて、それがキャンペーンの対象ではあったんですけども、今回はそれは適用外ということになりますので、d カード、プリペイドと d 払い紐付けされてる方はですね、ここはできないのでお気をつけください。あとは、まあ一番下の d ポイントでの支払い。 こ関しても対象外とということですねで他の細かい情報なんですけどもキャンペーンの,この新定時期に関しては2020年の9月の末以降順次ということになりますので、まあ、このキャンペーン今7月開催なんですけども、まあ、忘れた頃に付与されるという感じですかねで新定ポイントに関しては D ポイントの期間用途限定のタイプとなっております で、ポイントの有効期限なんですけども、新定日から3ヶ月間となりますので、まあ一応なんとなくカレンダーなどに入れておくのがいいのかなと思いますね。以上がこのローソン D ポイント20%還元キャンペーンについてでした。で、続いてですね、ちょっとまあローソンに関連する情報なんですけども、ここを覚えてらっしゃいますかね。まあ D ポイントカードなんですけども、以前ですね、まあ7月の1日ぐらいからまあ規約が大きく変わりまして、ここ見ていただきたいんですが、ローソン店頭でお買い物すると D ポイントがお買い上げポイントとして、 税抜き200円ごとに最大2ポイント貯まりますということになりました。 それが利用する時間帯によって変わってくるんですけども、0時から15時59分で、もし D ポイントカードを提示された場合は、200円ごとに1ポイント。で、16時から23時59分の間に200円ごとにお買い物された場合は2ポイントということで、まあ時間帯によってポイントの還元率が若干変わってくるということになっております。それが D ポイントだけではなくて、ポンタカードも同じということになるので、でまあこのポイントの還元率が変わったのは実際に始まってはいるんですけども、今現在ですね、まあそれを補うキャンペーンというのが開催 されていますので、まあそちらもぜひ見ていただきたいと思うんですけどもそれがこちらですね期間中ローソンアプリからエントリーで0時から15時59分も 税抜き200円購入ごとに2ポイント貯まるというキャンペーンとなっております。まあ、先ほどもお伝えしたように、0時から15時59分の時に購入した際は200円で1ポイントだったんですけども、このキャンペーンにエントリーして参加した場合は200円ごとに2ポイント貯まるということになっております。で、ちょっと細かいところなんですけども、このキャンペーンすでに始まっておりまして、7月の7日火曜日から8月の3日の月曜日までとなっております。で、参加する際にはキャンペーンのページがですね、ローソンのアプリからとなっております。 ましてそこからエントリーしていただければ先ほどのお伝えしたように200円ごとに2ポイント貯まるということになりますまあ、今お伝えしたこの0時から15時59分も税抜き200円ごとに2ポイントということですねで対象商品に関してなんですけどもポンタであったりとか D ポイント付与可能商品まあ全てということになりますまあ、付与対象外のものに関しては公式ページなどを見ていただければと思います で、ポイントの付与に関しては、即時ではなくてですね、10月末頃付与予定ということになりますので、まあ、先ほどの20%還元キャンペーンより後になるので、まあ、これもさらにまあ忘れた頃にやってくるんじゃないかなということになりますね。なので、即時付与ではないので、ここは間違いないようにお願いします。で、一つまあ見ていただきたいのは、このローソンアプリカのエントリーなんですけども、実際にどこからするのかというところなんですが、実際に僕もやってみましたので、そこもお伝えします。まずはですね、ローソンの公式アプリカの アプリ入れられてる方であればまだ入れてない方は入れていただいて実際に入れてる方はですね早速画面開いていただいたらまず下の方に下がっていただきまして で、下がっていただくと、ここに今お伝えしたようなローソンアプリからエントリーでっていうのが出るので、ここをタップします。すると画面切り替わりまして、ここのもっと見るというところをタップしてください。そしたら、今お伝えしたキャンペーンのページが一番下に出てますので、ここをタップします。で、そしたらですね、アプリ限定ボーナスポイントということで、ま、先ほど解説したところの画面が出てくるので、ここでエントリーをタップします。もう僕の場合はもうすでにエントリーしてるので、エントリー済みというような記載となります。これで参加が完了となりますね。めちゃくちゃ簡単です。 以上がこちらローソンアプリからのエントリー。で200円で2ポイントが貯まるキャンペーンについてでした。最後にですね、実際にまあローソンで開催されてるキャンペーンのまとめなんですけども、 ま、上から見ていただきたいんですが、ローソンと D バルのキャンペーンは、今お伝えしたように7月の14日からスタートしておりまして、7月31日までの7月いっぱいのキャンペーンとなってます。で、ローソンアプリ200円で2ポイントのキャンペーンに関しては、すでに開始してまして、8月の3日までとなっております。で、あとですね、ちょっと動画の中では解説はしてなかったんですけども、これまでちょくちょくお伝えした、セルフレジを使ったら2%のポイントバックのキャンペーンですね。これが8月の31日までとなっております。なので、ま、今現在ですね、まあ、ローソンでは、 いろいろ規約が変わったりとか、まあ、キャンペーンがいろいろ開催されてはいるので、まあ、ここら辺をうまく使えばですね、還元率は若干変わったっていうのもあるんですけども、うまく使えば結構ポイントも貯めていけるんじゃないかなと思います。ま、あそんなこんなで今回はローソンで D バレー20%還元キャンペーン、そしてローソンアプリからエントリーで200円で2ポイント貯まるキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。いや、本当にね、あのー、最近ローソンに関しては、なかなかちょっと行く頻度自体は下がりつつあったところで はあったんですけども7月に関してははももううローソンを利用する際ほほぼほぼ D 払い一択でいいいのかなと思いますでもしですね、まあ、3月付く日などがあれば、まあ、ローソンであれば、a u p a y の決済ですね、サンタナの日っていうのもあるので、まあ、それはそれで使ってもいいんじゃないかなと思っております。まあ、今お伝えしたキャンペーンですね、それぞれ下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になるなっていう方がいらっしゃれば、ぜひチェックしていただければと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、今回はですね、あの、スマートニュースのキャンペーンが今現在開催されていまして、それが何なのかというと、吉野家の牛丼並盛りが無料で30万名様に当たるキャンペーンというのが開催中でございます。まあ、これちょっと抽選にはなるんですけども、早速ですね、僕も抽選参加したらなんと、久しぶりに当たったんですよね。最近ちょっとスマートニュースのキャンペーンに関してはなかなか当たることがなかったんですけども、ちょっと最先のいいスタートになったのかなと思いますので、まあ、ぜひですね、スマートニュースのアプリ無料で入れることもできますので、 ちょっとまだトライされてない方はこれにぜひトライしていただければ牛丼並盛りのチャンスもありますので楽しんでいただければなと思っておりますということでありがとうございました。